アディソン軍はアメリカ合衆国バーモント州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は36,821人であり、2000年の35,974人から2.4%増加した。軍庁所在地はミドルベリーであり、同軍で人口最大の都市でもある。1609年に ヨーロッパ人が入ってくる以前、アディソン軍となった地域には、色恋イ族インディアンが住んでいた。ニューヨーク植民地のクラウンポイントに入った、フランス人開拓者が、シャンプレーン湖を越えて、開拓地を拡大してきた。カナダから個人あるいは家族が湖を遡り、1730年には、チムニーポイントを作った。1731年、クロスポイントに、 セント・フレデリック・トリデが建設された。1759年、ジェフリー・アマーストがクロスポイントを占領し、イギリス人開拓者が入ってくるようになった。アメリカ独立戦争の1777年8月16日、ベニントン近くで起きた、ベニントンの戦いは、イギリスに対抗したこの戦争の展開点になった。1785年10月18日、アディソン軍が、 バーモント共和国議会の法によって設立された。1791年、バーモントはアメリカ合衆国創立時の13州に次ぐ14番目の州として加盟した。当時の軍の産物は小麦だった。農家は1820年頃に土地を肥やすために家畜を育て始めた。1823年にシャンプレーン運河が開通し、ハドソン川を遡って、 船が来るようになった。1840年、羊毛の生産量では国内の軍で第一位になった。バーモントが州に昇格した1791年の主要な町の人口は9.267人だったが、1830年には26,503人になっていた。2008年6月14日から17日に激しい嵐と洪水に襲われ、連邦政府は アディソン郡周辺を災害地域に指定した。アディソン郡はバーモント州の西側宗教のほぼ中央にあり、座標では北緯43度50分から44度10分の間にある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は808平方マイルであり、このうち陸地770平方マイル。 水域は38平方マイルで、水域率は4.72%である。主要河川は群内を南から北に流れるオッタークリークである。ソールズベリートレスターにあるダンモアコその全体が群内に入っている以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ミドルベリー大学群内には次の高校がある。また、高等教育機関としては、 ミドルベリー大学とバーモントコミュニティカレッジがあり、どちらもミドルベリー町にある。ありがとうございます。